皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたきみです。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で。 中国産のあの蜂蜜とベーコンと冷凍むきえびだけは絶対に買ってはいけないということについて2言であなたが今朝食べたそれ下水とプラスチックで作った米と発芽牛乳ですということを解説していきたいと思いますそれでは早速1言の中国産のあの蜂蜜とベーコンと冷凍むきえびだけは絶対に買ってはいけないというテーマから解説をスタートしていきますさてこの動画の最初となる1言では あまりにも衝撃的すぎてにわかには信じられないヤバすぎる中国産食品の実態について合計3つほど取り上げてわかりやすく解説していきたいと思いますそれでは早速一つ目に紹介したいヤバすぎる中国産食品は伝染病で死んだ豚肉から作った病死豚ベーコンでありますさて日本ではねあまりニュースにはなっておりませんが今新型コロナウイルスに変わる新たな感染症が大 流行ししていいるるとととううこははご存知でしょうかそれれアフリカ豚熱と呼ばれるものになります感染症といっても、アフリカ豚熱は人に感染することはなくて、それがね、このニュースがあまり日本では広まっていない理由だと思います。ただし、人に感染しないと言っても、安心してはいられません。なぜならば、アフリカ豚熱は豚やイノシシに感染すると、致死率ほぼ100%で、現時点で有効 なな治療法がないためですアフリカ豚熱の感染が最初に確認されたのは韓国で陸続きの中国にはすでに感染が伝播している可能性があると言われています実際アフリカ豚熱は2018年に中国でパンデミックを起こしたことがあり当時は豚の飼育数が4割も減ることになりましたあまり知られてはいませんが実は中国というのは世界最大の豚の生産国でありますつまり 中国でアフリカ豚熱が流行するということは日本をはじめ中国から豚肉を大量に輸入している世界中の国々に多大な影響を与えることになるわけですとはいえ問題はそれだけではありません普通に考えれば感染症が流行って豚が死んでしまったら豚肉の流通量は当然減るはずですよねですがおかしなことに中国はそうはなってはおりません 実はここにはある恐ろしい仕掛けがあります。それは病死した肉の流通です。世界最大の豚生産国である中国ではアフリカ豚熱以外にも頻繁に豚の感染症が流行り大量の豚が死んでしまうことがあります。そのような感染症が流行するたびに起きるのが豚の死体の不法投棄であります。農業業や畜産業が政府に保護されてている日本とはは違って中国では家畜が 伝染病にかかっても畜産業者は満足な保証を受けることができません家畜が伝染病にかかって死んでしまえば当然その豚肉が売れなくなってしまうばかりか死体を処理するための膨大なお金がかかってしまうことになりますただの病死と違って伝染病による家畜の死体ですから本来であれば焼却などの消毒が必要ですよね ですが、満足な保証が受けられない畜産業者は、そのような適切な焼却処理を行うお金がないため、死んだ豚を不法投棄してしまいます。実際、中国国内の豚の畜産が盛んな地域などには、死んだ豚を投棄したら罰金○○減などという看板が至るところに掲げられております。これは逆に言うと、それだけ多くの豚が実際に不法投棄されているということです。 にに関係あるお話になってきます死んだ豚がいくら中国国内に不法投棄されたとしてもそれはまあ中国人の問題であり私たち日本人には一見何の関係もないように見えますしかし問題はそのように不法投棄された病死豚がなんと私たち日本人の食卓に届いてしまうという驚愕の事実であります。2015年しした豚の肉をベーコンや食用油にに加工して国外に販売して いた中国のグループが摘発されるというとんでもない事件が起きたんですそれも一つや二つのグループではなくてなんと11個もの犯罪グループが摘発されましたおまけにこれらの犯罪グループは中国の検疫担当官に賄賂を送ることでその見返りに豚肉の検疫合格証を受け取っていたということも明らかとなっていますつまり犯罪グループと中国当局とがグルになって拍子 した豚の死骸を日本をはじめとする各国に売りさばいていたということが明るみに出てしまったんですこれははっきり言ってちょっとヤバすぎる事実ですよね これらの犯罪グループは病死した豚を畜産業者から安く買い取ったり時には不法投棄されて腐った豚肉を拾ってきてベーコンに加工していた可能性も指摘されておりますつまり皆さんが今朝食べたベーコンが実は感染症によって死んで不法投棄された豚からできたものかもしれないんですそして今アフリカ豚熱の流行によって再び中国国内では大量の豚が病死してしまう可能性が出てきています そうなれば再び大量の死んだ豚肉がベーコンやハムに加工され日本に流れ着くかもしれませんそんなものを食べたら最後皆さんの体中の細胞は病原菌や猛毒に侵され二度と健康な体は取り戻せなくなってしまうかもしれないんですそしてそもそものお話ではありますがベーコンやハムといったものは加工肉ですよね加工肉は大腸がんのリスクを上げてしまうということが分かっておりますのでやはり中国産であれどこさ のものであれ正直食べないに越したことはないのですそれでは次2つ目に紹介したい あまりに衝撃的すぎてにわかには信じられないヤバすぎる中国産食品は大量の猛毒添加物でかさ増しされた偽物蜂蜜でありますさて蜂蜜といえば甘いにもかかわらず血糖値が上がらない健康的な甘味料として有名ですよね血糖値が上がらないばかりかむしろ下げてくれる働きがあるため砂糖の代わりに積極的に使っていこうということをこのチャンネルではよくお伝えして ているわけでありますそしてそれだけでなくハチミツにはポリフェノールによる抗酸化作用とかオリゴ糖による腸内環境の改善効果とかがんを予防してくれる抗炎症作用など嬉しい健康効果が盛りだくさんとなっていますそのためハチミツは健康のためには全人類に食べていただきたい最強の食材であると言っても過言ではございませんですがそれはあくまでもあなたがちゃんと本物のハチミツ 蜂蜜を摂取したた場合に限ったお話です実は日本には今体に悪い添加物がモリモリのとんでもない偽物蜂蜜が溢れ返ってしまっているという現実がございますその蜂蜜こそが中国産の偽物蜂蜜ですスーパーのジャムコーナーに行くと1瓶1000円以上する普通の純粋蜂蜜以外に 異常ななほど激安な蜂蜜がが売られているのが目につきますよねめちゃくちゃ大きなプラスチックボトルに入って1本500円などというとんでも価格の蜂蜜も存在していますそんな蜂蜜の裏を見てみれば十中八九それは中国産でございますそして原材料表紙にはほぼ確実に水飴をはじめとする数々の添加物がずらりと並んでいることでしょうそのような蜂蜜は完全に 偽物のののただの砂糖の塊に他なりません無添加100%の蜂蜜を純粋蜂蜜というのに対し水飴などでかざましされた中国産の蜂蜜を糖蜂蜜と言いまをそもそも蜂蜜を食べても血糖値が上がらないのは蜂蜜に含まれる糖のほとんどがブドウ糖ではなく加糖やオリゴ糖といった。 別ののタイプの糖だからです一方で水飴などの添加物は血糖値を爆上げするタイプの糖で決して体に良い代物ではございませんそのため加藤蜂蜜というのはそもそも健康のためには論外な食品なんですそんなものは正直一口だって食べるべきではないと言えますそしてさらに問題はここからです最近の中国産蜂蜜の中には一応は無添加のなんちゃって純粋蜂,蜂が増 増えてきているんです日本人の健康意識の高まりによってあからさまに偽物の加藤蜂蜜が売れなくなってきたためですそんな中登場したなんちゃって純粋蜂蜜は現在旅行事を見ても水飴などの添加物が書かれておらず一見してね無添加の体に良い蜂蜜に見えるというところが厄介ですしかし純粋蜂蜜と書かれているにもかかわらずお値段が不自然に安くかつ中国産 であるのであればそれはほぼ間違いなく偽物蜂蜜と思って良いでしょう実は蜂蜜の加工方法は水飴などを加える加糖蜂蜜だけではないんです代表的な偽物蜂蜜というのは3種類ございます1加糖蜂蜜 2生成蜂蜜3加熱蜂蜜この3つなんです。このうち加糖蜂蜜は添加物があるので見分けるのが簡単ですが問題は他の2つ。生成蜂蜜と加熱蜂蜜でございますまずは生成蜂蜜について見ていきます。本物の純粋蜂蜜というのは取れたての生の蜂蜜をそのまま瓶に詰めますから様々な不純物が含まれています。不純物物といっても合成添加物の ような体に悪いものではなくてあくまでも天然の不純物であり体に良いものばかりですしかしこのような天然の不純物には独特の香りがあるんですまた不純物が含まれるため蜂蜜自体の品質が安定せず白く濁っちゃったりとか固まっちゃったりするものもあるんですこうした本当の生の蜂蜜というのは製造者としては管理や流通にコストがかかってしまいます 一方で不純物が取り除かれた生成蜂蜜は匂いや形状色などが一定で非常に管理がしやすいというメリットがあるわけですそのためできる限り管理や流通のコストを下げたい中国の蜂蜜製造業者はあえて生成という手間をかけることで最終的な儲けをアップさせているということになるんですではこのような生成蜂蜜は私たち食べる側にとってみてはどうでしょうか 残念ながら生成蜂蜜は先ほどの加糖蜂蜜よりはまだマシであるものの本物の生の純粋蜂蜜にははるかに劣ってしまいますなぜならば不純物を取り除く過程でタンパク質やミネラルなど多くの栄養素が自然に失われてしまうからです例えばスープを考えてみてください野菜をコトコト煮込んでできた栄養満点のポタージュというのは濁ってドロドロしております 一方で。 添加物まみれの合成コンソメから作ったスープというのはサラサラで透き通っております純粋な生ハチミツと生成ハチミツの違いはこのようなポタージュと合成コンソメスープの違いのようなものなんです水清ければ魚すまずという言葉がある通りで不純物が取り除かれていない濁りのあるハチミツこそが本物の証であるというわけですそしてもう一つの偽物ハチミツが加熱ハチミツ になりますここまでの加藤蜂蜜や生成蜂蜜であれば見た目によって本物かどうかを見分けることができますよね加藤蜂蜜であれば原材料表示に添加物の記載がありますし生成蜂蜜は不自然に透明であるというね分かりやすい見た目上の特徴があったんですしかし加熱蜂蜜は見た目は生の純粋蜂蜜とほとんど同じなんですそのため蜂蜜が加熱されているのか非加熱であるかどうかを見分ける るのは大変困難ですそもそもなぜ中国産の偽物の蜂蜜の多くが加熱蜂蜜なのでしょうか これは主に結晶化を防ぐとか水分を飛ばすとか殺菌といった3つの目的がございます本物の生蜂蜜というのは温度に影響を受けやすいことが知られています皆さんは蜂蜜を冷蔵庫に入れたら固まっちゃったよなんていう経験ないでしょうかもしそのような経験があるのであればその蜂蜜はねおめでとうございます本物である可能性が高いです なぜならば加熱蜂蜜をはじめ偽物の蜂蜜の多くは冷やしても固まらないからです本物の蜂蜜が冷やすと固まっちゃうのは加糖などの糖分が結晶化するからです ですが加熱蜂蜜は糖分が液体成分と均一に混ざり合うため結晶化しにくくなります結晶化しないということは先ほどの生成蜂蜜と同じ理屈でメーカーとしては管理や流通が楽になりますよねそのため中国の激安蜂蜜ではコストを抑えるために加熱が行われるわけですまた蜂蜜から水分を飛ばすために加熱が行われているケースもあります蜂蜜というのは水分の量 が多いほど発酵しやすくなることが分かっています発酵してしまうと味や香りが変化してしまいますがそうかといって発酵防止剤を加えると無添加純粋蜂蜜として売ることができなくなってしまいますそのため加熱をすることで強制的に水分を飛ばし発酵を阻止するわけですまた似たようなことですが本物の純粋蜂蜜には雑菌が入る可能性があります有名なのがツリヌス菌で ございますポツリヌス菌というのは多少であれば腸内の善玉菌によってやっつけられるため大人が食べる分には問題ありませんですが1歳以下の子供の場合はポツリヌス中毒になる恐れがあり非常に危険ですこれがよくね蜂蜜は1歳からと言われるゆえんです中国産のような粗悪な蜂蜜ではこのようなポツリヌス菌をはじめ様々な雑菌が蜂蜜内で繁殖している可能性がありますこういった雑菌 加熱によってて消毒してしまえば生産者は厳重な管理をしなくても済むわけですさてこのように中国産のハチミツはさまざまな理由によって殺菌が行われている可能性が高いです一方でハチミツに含まれている栄養素の多くはとても熱に弱くて 50度程度の加熱によっても多くの栄養素が失われてしまうと言われているんですそのため加熱ハチミツは完全に ng だというわけではないにせよせっかくのハチミツの豊富な栄養素が減っちゃって効果が半減してしまうんです特にこの加熱ハチミツというのは見た目では判断できないため少しでも加熱されている疑いのある中国産のハチミツはたとえ純粋ハチミツという名前で売られていてもやはり極力買わない ようにしておくというのが無難かと思いますそれでは次3つ目に紹介したい あまりに衝撃的すぎて、にわかには信じられない、やばすぎる中国産食品は、ヘドロや抗生物質によって汚染された、アサリやエビでございます。さて、突然ですが、皆さんはね、普段から魚介類を食べていらっしゃいますか魚介類には、海水由来たっぷりのミネラルや、DHA や EPA といった不法和脂肪酸など、陸上の動物肉からは得られないような、良質な栄養素が、たっぷりと詰め込まれている。 魚介類を多く食べる人と動物肉を多く食べる人とを比較した研究では動物肉ばかり食べる人は心筋梗塞や大動脈疾患による死亡率が2倍になるという結果も報告されています。もちろん動物肉には アミノ酸やアエンといった素晴らしい栄養素もたくさん含まれておりますが普通に生活しているとどうしても動物肉にばかり偏りがちな食生活になってしまいます健康のためには何よりもバランスが重要ですからできる限り魚介類と動物肉とバランスよく摂取していくことが大切なんですですが問題は魚介類というのはやはりね動物肉に比べて 扱いづらいということでしょう魚介類というのは鮮度が命ですから足も速いですし 動物肉に比べたら調理も面倒ですよね。そのためなかなか魚介類を食べる機会が少ないという人も多いでしょう。そんな皆さんにおすすめしたいのが冷凍食品であります。冷凍食品といっても弁当のおかずのような加工食品じゃなくて冷凍エビとか冷凍蠣のような食材を丸ごと冷凍したタイプの冷凍食品がおすすめなんです。このような冷凍食材にはあまり良いイメージがないと思います。 かもしれませんが実は選び方を間違えさえしなければ非常に健康的であることが分かってますから積極的に活用すべきと言えます中には冷凍することで栄養価が凝集され生の状態よりもむしろ健康効果がアップする食材なんかも存在します冷凍食材であれば冷凍庫に入れて長持ちしますからスーパーに週に何度も通う必要はありませんし忙しい皆さんにはぴったりの選択肢であると言えます でしょうただしです最近は こういった冷凍食材が見直されることでスーパーなどでもたくさんの冷凍エビとか冷凍アサリが売られていますよね。しかしやはりそれを買う時に注意してほしいのがその産地であります。その産地が国産とかヨーロッパ産などの信頼できるものであれば何の問題もありません。ですが激安で売られている冷凍魚介類の多くが質の悪い中国産のものであるという問題があるんです。中でも注意が必要 用とされているのは中国産の冷凍の貝類なんですね貝類というのは 魚介類の中でも最も食中毒が多い食品ですよね。カキやアサリ、ホタテといった二枚貝は有毒なプランクトンを食べることで内部に猛毒が蓄積されることがあり特に注意が必要なんです。中でも最近中国で話題となっているのが猛烈な食中毒の原因となるヘドロアサリでございます。ヘドロアサリというのはその名の通りでヘドロのように汚染された水域で育ったアサリの ことで大量の雑菌とか硫化水素を含んでおります中国産の冷凍あさりというのはほぼ99%加熱処理をしてから冷凍され日本に向けて出荷されますこのような熱処理をすることで殺菌消毒ができるため元々のあさりがどれほど汚染されていてもお構いなしだということなんです実際ヘドロのような水で育ったヘドロあさりは30度を超える炎天下にトラックの荷台に地下に積まれ てて輸送さされれるるためその時点でほととんどが腐っているとも報道されておりますつまりヘドロを吸い込んだアサリをトラックの荷台で腐らせそれを熱処理して何もかもをチャラにした挙げ冷凍して日本に出荷しているというわけです強力な熱消毒をしているため確かにそんなヘドロアサリを食べても食中毒にはならないかもしれませんがそれとこれとは別問題ですよねヘドロの水のの水中にには雑菌の他にも 無数のマイクロプラスチックや発がん性のある重金属が含まれている恐れもございます。それらが蓄積して凝縮されたアサリを味噌汁なんかに入れて食べてしまったら一体どうなるでしょうか アサリという魚介類を食べることで得られるメリットなど消し飛んでしまうくらい健康に多大なるダメージを与えてしまうんです。またアサリと並んで問題になっている中国産の冷凍魚介類がエビでございます。冷凍の剥きエビというのは使いたい時にいつでも簡単に取り出せてとても便利ですよね。またアスタキサンチンとかタンパク質たっぷりのエビは50代以上になったらぜひとも積極的に いいたただきたい若返り食材の一つと言えるでしょうしかし中国産の冷凍むきエビを食べると若返るどころかむしろ細胞の老化が爆速にスピードアップしてしまうかもしれませんその理由は中国産冷凍むきエビの養殖に使われているエサにあります実は中国産のエビの養殖に使われているエサには石油でできた合成着色料強力な抗生物質エ エビ本体に残留する化学肥料といった様々な添加物が加えられていますまずは石油由来の着色料です冷凍むきエビというのも先ほどの冷凍アサリと同じく加熱処理されているものがほとんどでありますそのため冷凍された状態であってもエビのきれいなオレンジ色が目立ちますよねですがその色は実は餌に加えられた合成アスタキサンチンによって人工的に につけられれた色かもしれませんアスタキサンチンというのは非常に抗酸化作用の強い物質で天然のエビや鮭に含まれている天然アスタキサンチンは自然界でトップクラスの抗酸化力を誇ることで有名ですしかし天然のアスタキサンチンを持つ天然エビというのは非常に高価でなかなか手に入るものではありません中国産の養殖エビというのは低価格で品質の悪い餌で育てられます から本来は天然もの,のようなな美しいい色ががくて見た目が悪いんですそしてそのような粗悪な餌に石油から合成された人工アスタキサンチンを混ぜることによって人為的にエビをオレンジ色に染め上げているというわけなんですそして実はこれはエビだけのお話ではなくて中国産の養殖サーモンなどにもよく使われている手法でございます高い抗酸化力を誇るアスタキサンチンチは あくまで天然のものですから、合成のものはむしろ健康にはマイナスとなります。そのため中国産の冷凍むきエビというのは色が鮮やかであればあるほど体には悪いんだと思って間違いないでしょう。また 中国産のエビの養殖にはこれでもかというほど大量の抗生物質が使われているというのも大問題であります。抗生物質というのは菌を殺すための薬剤のことでこれを使うことでエビの養殖場で感染症が起こらないようにしているわけです。養殖場で感染症が起きてしまえばそこで育てていたエビさんが全てダメになってしまいますよね。そういったトラブルや損害を避けるために初めから 予防としてて大量の抗生物質を餌に仕込まませておくというわけでありますしかしこのような抗生物質はあまりに強力でその一部がどうしてもエビの体内に残ってしまいますこうして残った抗生物質がそのエビを食べた私たちの体内に入り込んできて悪さをするんです抗生物質というのは抗菌薬のことですから食べることで私たちの腸内細菌を一網打尽にしてしまいますそのため 中国産養殖エビを食べるということは自分自身の腸内の善玉菌を殺してしまっているのと同じ行為であると言えるでしょう。そして 極めつけは猛毒化学肥料であります。中国産の養殖エビというのは、いかに製造コストを抑えるかに命をかけておりますから、とにかく餌が粗悪なんです。ですが、そのような粗悪な餌を食べていても、なかなかエビは大きく育ってくれませんよね。一方で、私たちがスーパーで買う中国産のムキエビは、そこそこの太さがあって、身もプリプリです。そのような身の太さの秘密が化学肥料であります。 この化学肥料の中には高カロリーな脂肪分やホルモン剤など エビの実を無理やり成長させるための合成物質が大量に含まれているんですそんな化学物質の塊を食べて育ったエビが果たして体に良いと思いますかこのように中国産の冷凍向きエビというのは化学物質だけで育てたまさに人工エビのようなものなんですさてここまでしっかりと掘り下げて解説をすれば中国産のアサリやエビの危険性が皆さんによく伝わったと思います大切 なのはなぜその食べ物が体に悪いのかということをねやはりしっかり心から理解することですやはり心から理解しないと実際の行動にはなかなか繋がりませんこれだけ悪いんだということを強調すればおそらく皆さんは食べるのもやめておこうかなと思ってくださるはずだと信じ私はいつも熱弁しているわけですそしてよし分かったよと竹見さんの言う通り冷凍の中国産のアサリとかエビはスーパーでは絶対に買 買うのであれば国産やヨーロッパ産のものにしようと思ってくださった方結構いらっしゃるでしょうですが1つ盲点がありますそれは外食で出されるアサリやエビです自炊をする時中国産のアサリやエビを使わないようにするやはりまずこれが第1ステップと言えますそして これができるようになってきたらぜひ外で食べるものにも注意を払ってほしいです例えばエビチャーハンなんかはとても美味しく食べていると思いますがそのエビは大丈夫でしょうかもしあなたが飲食店の経営者であれば高くて品質の高い国産のエビではなく安くて利益率の高い中国産のエビを使用するのではないでしょうかこういったことも考えながらぜひ今後も自分の口にするものには最新の 注意を払っていきましょうそれではこの辺で一言の内容をまとめておきます一言まとめこの一言ではあまりに衝撃的すぎてにわかには信じられないやバすぎる中国産食品を3つ紹介しました1つ目は伝染病で死んだ豚肉から作った「漁師豚ベーコン」2つ目は「 大量の猛毒添加物でかさ増しされた偽物ハチミツ3つ目はヘドロや抗生物質によって汚染されたアサリやエビの3つでした それでは次、二元で、あなたが今朝食べたそれ、下水とプラスチックで作った米と発饅牛乳ですというテーマについて解説を移っていきましょう。さて、二限でも引き続き、絶対に口にしてはならない中国産のヤバすぎる廃棄物食材について二つご紹介していきます。まず一つ目に紹介したいのは、廃棄物の革靴の粉末をまぶした発饅性六角ロム牛乳であります。さて、お次は乳製品です。皆さんは、 メラミンミルク事件や皮牛乳事件というのは2008年に起きた世界的な食中毒事件でありますメラミンというのはメラミンスポンジなどにも使われている樹脂で当然ながら食べ物ではありませんメラミン樹脂の合成には発がん性のあるホルムアルデヒドを用いることから 食べてはいいけなな危険な物質の一つでありますそんなメラミンがなんと赤ちゃん用の粉ミルクに混入していたという事件が中国で起きたんですこのメラミンミルクによって多数の赤ちゃんが深刻な腎臓の病気を患いましたさらにに問題は海外にも波及し アメリカやカナダではメラミンが混入したペットフードを食べた犬や猫が死亡する事故が起きています。日本でも中国産の加工食品からメラミンが検出されたということが分かっていて非常に深刻な社会問題になっています。メラミンミルク事件によって中国では規制が強化され一旦は問題は収まったように思いました。しかし2011年に再び問題となったのが革牛乳事件であります。 この事件ではなんと革製品の廃棄物や動物の毛皮などの粉末が牛乳に混ぜられているということが分かったんです中国の安物の牛乳というのはタンパク質含有量が低くて非常に粗悪であることが有名ですそのようなタンパク質不足を解消するために革の廃棄物の粉末を 牛乳に足してちゃんとタンパク質の含有量をアップさせていたんですこの革製品の廃棄物というのは古くなった革靴やコートソファーなども含まれていたことがわかっていますこういった革製品にはロッカクロムという発汗物質が含まれていてはっきり言って先ほどのメラミンミルクよりもさらに毒性が高いと考えられておりますこのように中国産の乳製品というのは発汗物質をはじめ一体 どんな猛毒が含まれているのか正直わからないというのが現状でございます少しでも自分の身が大切だと思うのであればやはり決して口にしないようにして国産などの信頼できるものを選ぶと良いでしょう それでは次二つ目に紹介したい。絶対に口にしてはいけない中国のヤバすぎる廃棄物食材は農薬まみれのプラスチックでできた下水米であります。さて日本は今深刻な米不足に陥っておりますよね。令和の現代において米不足が起きちゃうなんて一体誰が想像できたでしょうか。8月に南海トラフ地震の臨時情報が出てからというものの地震に備えた米の 買い占めが起きたんですまた、異常気象など様々な要因で今年6月から米の流通量は減り続けていて、度重なる台風の上陸も相まって日本中のスーパーの棚から米が消えてしまったんです。専門家によると、今回の米不足は天候や災害がきっかけにはなったものの防ぐことができたはずの人災であると言われています。なぜななぜらば本来このようう有事に使うべき備蓄米を 政府が出し渋ったからです。 備蓄米というのは有事に備えて政府が蓄えているお米のことで100万トンもの備蓄米が政府の倉庫に眠っています今回の米不足は江戸時代のように米騒動が起きてもおかしくないような深刻な不足であるにもかかわらず政府は未だに備蓄米を放出する決断を下せずにいるんですこれまた政府お得意の検討中というやつなのでしょう9月に入って徐々に新米が出馬 始めてはいるものの不足によって跳ね上がってしまった米の値段は全く下がらず今度は米はあるが高すぎて買えないという問題が出てきていますこのまま行くと米は私たち庶民には手が出せないような高級品になってしまうかもしれませんですが米というのは日本人の主食ですから食べずに生きていくことは難しいと考えている人がほとんどでしょうそこで今注目されているのが輸入米なんです 今からおよそ30年前の1993年記録的な寒さを記録したことで米不足が起きたことを覚えていらっしゃる方も多いでしょういわゆる平成の米騒動ですこの時一時日本中に大米が溢れましたよね当時のタイ米は日本のお米よりもはるかに安く輸入できたので深刻な米不足によって日本中の食卓が日本のお米からタイ米に置き換わってしまったんです,ですが 1993年と現在でではは大きく異なる時代背景がありますすそれはカワセレートです1993年というのは深刻な米不足に悩まされていたと同時にわずか半年で25円という急速な円高が進んだ年でもありました米不足が起きた1993年の夏には1ドルはちょうど100円でこのような円高によって外国から安く 米を輸入すすることがでできたんですしかし現在はどうでしょうか日銀が利上げを行ったことで多少緩やかにはなったもののいまだに日本は記録的な円安の渦中にあります1ドル140円とか150円程度を行ったり来たりしているわけですから日本円の価値は1993年当時に比べ3分の2に下落しているんですつまり私たち日本人は1993年の米不足の時のように大米を輸入 輸入,入することすらできないところまで追い込まれてしまっているんです国内に米がなく海外の米を買うお金もないこれが30年間の間に没落し続けた日本人の悲惨すぎる末路ですそんな中今日本に流入している恐ろしすぎる食品がありますそれが中国産の中国米ですあまり知られていないんですが中国というのは 米のの生産大国の一つであります中国は毎年2億トンもの米を生産していて世界シェアのなんと3分の1を占めています大量の農薬と安価な労働力を使うことで大量生産される中国米は今やタイ米よりも安く輸送コストも合わせると日本にとっては最安の米となります実際日本は今大量の米を中国から輸入していますスーパーで中国米を見かけることは多くないのであまり気づきません ませんがコンビニ弁当や安物外食チェーンで使われているような米の多くが実は中国産ですこのまま米不足が続いてしまえばスーパーの棚に普通の米と同じように中国米が並ぶことも決して夢物語ではないでしょうではそんな中国米は果たして健康的に安全でしょうかそんなはずはありません日本に輸出される中国米は農薬やプラスチックさらに下水に至るまでありとあらゆる猛毒に よって汚染されている可能性がありますまずは農薬です習近平の政策によって中国国内では最近オーガニック食材が大流行していて意外なことに中国は世界有数の無農薬大国になりつつあります実は中国国内で流通する食品に関しては 未だにネオニコチノイド系の猛毒を食物に振りまく日本などよりも中国の方がはるかに衛生的と言えますですがそれはあくまでも中国国内のお話です中国共産党にとって中国国内の食の安全は大切ですが日本に輸出する食品の安全性など知ったこっちゃないというわけですこのようなわけで日本に輸出される中国産商品には未だに大量の農薬が使われています中国がオーガニック体 米国でありながら同時に農薬使用量が1ヘクタールあたり13.1キロという世界トップレベルであるという矛盾は実はこのためですまた最近は中国産のプラスチック米が問題になっていますシンガポールやマレーシアといった中国米を輸入している国では今 ジャガイモの粉末に合成樹脂を混ぜて作ったプラスチック米が出回るという大変な事態になっていますそして極めつけは下水米です中国の輸出用の米は非常に安価で質が悪く見た目からして美味しくなさそうですこのような見た目のデメリットを払拭するため米の表面に下水から作られた再生油を塗って出荷しているんです このような下水米はすでに日本にも輸入され、惣菜弁当のお米などにも使われていると言われています。現在の深刻な米不足と米価格の高騰が続けば、このようなプラスチック米や下水米が日本中に溢れる日はそう遠くないのかもしれません。政府が備蓄米の放出を渋った姿勢で、私たち日本人の健康がどんどん脅かされていくんです。それでは、 この辺で二元の内容をまとめておきましょう二限まとめこの二限では絶対に口にしてはいけない中国産のヤバすぎる廃棄物食材を2つ紹介しました1つ目は廃棄物の革靴の粉末をまぶした発がん性六角ロム牛乳でした2つ目は農薬まみれのプラスチックでできた下水米でした 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました